ごとたすけさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。あ、クリアしたおめでとう。こつひくしきさんいらっしゃい。さあ、強クリを目指してやっていきましょうか。あこさん、強クリと聞いて、ザッパさんいらっしゃい。あこつ、次は何ザートリーダーだね。ピントさんいらっしゃい。クリステル、ロータスバトンサーガー。ナナコメンさんいらっしゃい。こんぐらいかな、マリカ。あこつ、ハチコメンさんいらっしゃい。爆買いでね、煙玉を集めておきました。なので、あとは、行ってない場所の続きかな？ここはどこだろう？ここはね、ラゴン神殿です。あー、やっぱゲーム落ち、大きい？これぐらいか。あこつ、そらさんいらっしゃい。あこさん、クロムゼさんいらっしゃい。ちょっと水止めてくるね。こんばんは、14個目さんいらっしゃい。いかにもラスボスがいそうなところですね。そうなんですよ。ラゴンさんがいるらしい。一つマークと聞いて、ミカトさんいらっしゃい。まずね、左下のところから、一個扉があったんで、その先やろうか。コンプくん、シンさんいらっしゃい。うん、キョウコさんね。ちょっとクリアを見ようか。外役がおそらくもう大丈夫だと思うんだけど、80個か。左から、あこ、今日クリありますか。今日クリはあります。ひでじいらっしゃい。今日はね、夜中になっても終わろうかな。でも今日送りって言ったら12時までか。いけるだろう。この左下から、あこさら、トムクルリンさんいらっしゃい。間違えた。ここじゃないわ。まあいいか、この続きからやるか。結局戦闘中の話はどんな意味があったんだろう。まあキャラ付けじゃない、敵の。おまけでもないけどさ。これね、ここに出るんじゃったんよ。これのね、7、星7からいこうか。星7から、8に行って、ギザギザのとこっぽいよね。星8、ギザギザ。タコさん、ソラさんいらっしゃい。ビート買っちゃった。気になってた。あとゴーストさんいらっしゃい。23個目さんいらっしゃい。ビート私も全然遊ばなかった。買ったものの。なんかあるね。階段。
これどこに出るんだろう。あ、なんかちょっと違うところだな。なんか怖いね。怖いとこ出たな。じゃあこれにしようか。おすすめのゲームはどこでも一緒。ペニザクラさんいらっしゃい。いつも、一世代ぐらい遅れてハードか。昨日クリアして今日ラブステキでいらっしゃい。逃げる。ごめんごめん。のだめないんだよな。なんか牛乳飲んだのダメだったかもしれない。ちょっとお茶に変えてくる。これいまいち遊び方わからなかった。遊び方か。まずあれでもね、戦闘の仕方が特殊だもんな。赤津です。ヒボさんいらっしゃい。そうだね、ちょっと頑張りますよ。ここもコンコンの話聞いたよ。いらっしゃい。ありがとう。そうそう、うん。十字キー入れるだけ。こうやってみようか。左。いつもと違うな。広いとこだね。牛乳かな。カビ説はどうです。いやわかんない。一応掃除したけど、なんでじゃろうな。ぐるっとして左か。風呂場のカビキラーがカビてた。返品もねえな。お、なんか新しいのがいるよ。行ってみようか。かっこよくバイオハザードって言ってこう。足踏みしてるね。ウルビー、ウルビーグオー。Thank you.
けますな。5800。うん、竜騎士っぽいな。逃げる。股間やばくね？股間？あれ最後の視点ちっちゃ。ナムサンさんいらっしゃい。正解ルートっぽいね。戻ろうか。うん、してんの終わったね。ピンビーメルさんいらっしゃい。空の込み入ってから今日でちょうど3年で嘘だけどいらっしゃい。でもそれぐらいになるんじゃない？もしかしたら。いや、なんか宝箱あるかもしれんじゃん。なんもなかったわ。なんもなかったです。赤い宝箱があるんでね。あれは取りたいな。ポンタさんいらっしゃい。さあ次何やるの？火の鳥。え、火の鳥って RPG だったっけ？次はね、抽選会だよ。なんか青いとこ出たね。逃げる。あ、アクションか。うんうん、見たことあるかもしれない。アクションはな、今ダクソやっとるから。またやりたくなったのかな。逃げる。ん？なんだここは？なんじゃろか？ただの行き止まりかな？なんもないね。スルーもできないし。外れの場所？わかった。赤さん、瀬戸さんいらっしゃい。それか。ということは星12。ちょっと戻る。戻って。なんか急に荒れるな。さっきまで元気だったんだけど。逃げる。じゃああいつは何のために行ったのだ。そうだね、外れのとこにわざわざ立ってる人だったな。のんぷちさんいらっしゃい。うん、ちょっと喉がね、アレルギーが出たかな。うん、大丈夫ですよ。配信のプレッシャー、今日クリアしないとっていうプレッシャーかもしれない。ダゴンアレルギーかな。なっちゃんペロペロして喉を癒す。さらにアレルギー出るわ。11番に行って7に行ってボヘボヘ7から8、今日クリから明日クリ。サンクさんいらっしゃい。うん、シップないし貼らなかったよ。
これのすぐ下のところですね。あそこ。満喫2分する時間。逃げる。なんか怪しくない？怪しくないかな？逃げる。ん？なんだろう？逃げる。ありますね。入り口があって、入り口から、50階まで降りるんか。車では地下1階だよ。ん？なんか新しいとこ来た。ヨガ初めて見るね、ラゴン城で。あ、このまのまさんいらっしゃい。あ、50枠ってこと。50は行くかな。私の希望としてはラゴンさん手前でセーブがあること。あれ、ただのアイテムか。うん、50回もチンコンして6万5000円。ここでお金、ここでお金ですか。今日来ると聞いて飛んできた係長いらっしゃい。うん、頑張りますよ。ん、そんな甘いゲームだっけ。今どれぐらいあるんだろう。あ、カウントしてる。お金カウント99,999円あります。やったー。おめでとう、ありがとう。こうやって炎の上歩けるのかな。魔法の靴あるよね。逃げる。あ、歩けるぞ。なんかあったっけ。なんかあった。あ、ちょっとこれはいい気づき方をしたんじゃないか。あのね、魔法の靴っていうのを持ってるの。ヨガ歩ける。ソハコはソハコじゃない。ソハコじゃない。今までのね、このソハコ君たちのこう厳しい戦いの。タコペトンさんが、ノリトペさんいらっしゃい。うん、その先にまたね、お金が来た。ラゴンの、あれかもしんない。へそくりが出てくるかもしんない。経験が来ましたな。上行ってみようか。うん、へそくりのためにこんな立派な部屋が。逃げる。あ、宝箱がある。あ、下ネタぶっぱしたのか、ごめんね。宝取って、
番役だといいな。これもお金？祈りの輪だ。リレミトですね。今宝って何持ってるの？こんだけかな。そういえば守り札ってあったね。全然使ってないけどさ。でもあれでラゴンさん倒せないでしょ。1形態目とかは消せるのかな、守り札で。使ってみようか。逃げる。敵がいますな。そっか、あれダメージだったっけ。フルで使っていこう。わかんないな。なんかね、まだちょっと仲悪いよ。昨日も朝方大喧嘩してて、ギャブルルルとか言いながら、すごい声がしててさ、外でギャブルルルって特命の喧嘩してて、うん、まだ今うーって言ってる。夏目の顔見たらうーって言ってる。夏目が喧嘩強いからね、そう、まあおーって言ってうるさいなって思いながら。まあ心が怪我してなかったからさ、たまに血出してるからね、それぐらい強いよ夏目が。ナッチめちゃくちゃ強い。実は強いんですよ。繋がっただけ、もしかして。うん、あのね、普段は弱いんだけど、なんかね、切れたらすごい強いの。びっくりするぐらい。フルアーマーにするの？ここにあるね。階段。うちの子外で喧嘩して、剣士が亡くなって帰ってきた。剣士ということは犬ですか？うん、野生解放してるのかも。あ、ちょっと怪しくない？この絨毯っぽいの来ちゃった、もしかして。これって鍵かな。鍵じゃないわ、まさかのスルーですか。あ、違う、宝封印の書。あ、あれ、暗黒の書。とうとうこの扉を開ける日が来たようだ。少し下がっていなさい。おお、すげえ。大丈夫かな。あこ、エンディング見に来ました。はい、いらっしゃい。近いかもしれない。あこさちゃん、月さんいらっしゃい。もしかしてだけど、時間してんだけど、丸太持ってこい。いらっしゃい。おおおおお、あ、いた、いたよ、いたよ。これラゴンさんだよね。後ろに扉あるけど、延長します。行ってくる。死んだら四天王からです。4人目からです。セーブをしておりませんので、行ってきますね。頑張ります。なんかやたら緑だな。私は闇の王子ラゴン、なぜハーンの味方をする。絶対の暗黒は素晴らしいものだぞ。3200ですね。夏目京介さんいらっしゃい。ヒデさんいらっしゃい。
闇の王子ラゴンよ、創造神ハーンより賜ったこの光の印の力思い知りなさい。でルーナが玉を使って、もうこれでお前も不死身ではなくなった。あ、行きます。とりあえず傭兵かませてみようか。魔法をメタさんにしてみて、ちょっと様子見るか。3段にして、あ、離してみよう。あ、一緒だ。で先に1回守り札使ってみますね。ダメージ入るみたいなんで、白い黒猫さんいらっしゃい。あ、200ぐらい入ったかな。200入りましたね。で、弾を煙玉にして、傭兵出します。行っておいで、今までありがとう。あ、早い早い早い、あ、早いですね。残り一人出すか。はい、いってらっしゃい。わー、一回も削ってくれなかったな。チーン。弱いと。じゃあ、ちょっと煙玉連打で行ってきます。エモさんいらっしゃい。うん、ラスボスだね。行きます。ちょっと一ポイントちゃんと見とかないと。そっか、もう一直しができないのか。やってしまったな。やばいな。で、クコの水でゼナを回復して、ナノさんいらっしゃい。これ第一形態なので、弾薬足りるかな。お、来た。ウキウキになった。ウキウキになったな。ゼナの魔法を、なんか流れた。ありがとう、職人さん。ワクワいらっしゃい。ラスボスですね。ゼナちょっとメタザン使ってみますね。使ったことがなくて。コメにも出たね。なんかめっちゃ撃ってきてる。煙でもなくなったな。サハを特攻していいだろうか。あ、メタさん煙玉なんだって。種から使っていくか。離してみる。一緒ですね。仲間に当たらないようにしたらいいのかな。絶対当たるね。5ずつか。いや、30ぐらい。うろうろ。なくなった？なくなってないね。あ、500ぐらい食らってるな。勇者ホーミングだって。ってことは動かなくていいか。あー痛いなー、勝てるかなー。
これはでも第三形態があったら厳しいな。ちょっと殴ろうか。うん、ちょっと殴ってみるね。怖いけど。殴ったのが絶対強い。せやな。弾薬足りますように。危ない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 。殴っていただけるんですか。殴ります。593。あー、ドキドキするな。ちょっとクコの水使っとくね。もうちょい。怖い怖い怖い。あ、いけた。あー、いけた。あー、怖かった。ちょっと最初から殴りに行っててもよかったらどうでもこうかな。おいどれどれ。あー、いけたよ。怖かった。じゃあ奥に何だって入ってみようか。入りますね。お、これ自分のところに帰ればいいのかな。この扉の先に真のラスボスが。ゼナ様のような立派な魔導士になりたい。タクさん、マギーさんいらっしゃい。うん、そうだね。多分故郷に帰ればいいね。これで私たちも、ふるさとへ帰れる。じゃあ、アーカサスかな？故郷は。あ、ここで仲間と別れるですよ。回復してるよね。してない。寝ていいかな。ふるさと納税しないと。実はここの魔導士たちはラゴンの手下になるように黒魔術を仕込まれていたんだ。へえ。どこで別れるんだろう。進んでいいのかな。黒魔術は嫌いだったんだ。傭兵いましたかね、そんなもん。あ、別れなくていい。うん、分かった。スニャチチ、いらっしゃい。この人はテッド、ルトナ、カシム。最後の、なんかよくわからない4人。終わったよ。彼らもラゴンと戦えて、よかったろう。っていうね。よくわからない。美談にするっていうね。だってラスボスと戦えた傭兵なんてさ、かっこよくない？次は何をする予定？後で説明しますね。とりあえずクリアしますので。どうやって変わるんだっけ？あそこは行ったのどうでしょう？どっから来たかな？西から。残った傭兵さんはいません。
ソハン王子を守れたんだから思うだろう。あ、ありがとう。そうだ、町の下のダンジョンがショートカットでした。またちょっと洞窟と船旅するとこだった。忘れてましたわ。だからあるんだね、あそこショートカット。うん、倒した倒した。平和になった世界を旅してもいいんやで。あ、そうだね、敵出てこないね。アーカサスでしょ。地図地図、もう一個した。忘れてるわけじゃないよ。地図地図、もう一個したか。鬼滅場はね、あのセーブしたとこに飛ぶので、地図見てみる。こっちか。でも結局親がね食べられてたから、ソファーだけになるってことだよね。帰ります。あ、みんな待ってくれてるんじゃない、これ。ほらほら、あ、もう自動だ。ワンよ、生きてくれるかな、嫁に。我らの偉大なる王子様、この宰相ランバルドをはじめ、皆お待ち申し上げておりました。この度はよくぞご立派に、父君の仇ザイラスを打ち果たしたそうで、おっそ、おめでとうございます。さらに我々を苦しめていた闇の王子ラゴンを打ち果たし、ミネルバ島に平和をもたらしてくださいまして、皆感謝しております。この上は我らの王となられて、我らを導いてくださるようお願い申し上げます。おや、こちらの王女様は、お嬢様は、え、おっと、私としたことが。そうでしたか。戴冠式と結婚式が重なると、わ、おう、なんとめでたいことでしょう。え、どっち、ゼナ、ルナ、ルナ、どっち。ワンユイは、ナリさんいらっしゃい。どっち。王様万歳、お妃様万歳、ご結婚おめでとう。本当に私のようなものでよろしいのですか。嬉しいですわ。かくしてソハオとルーナとゼナは人々に温かく迎えられ、幸せな時を過ごした。南オフェリアの大地は人々の笑い声に満ち溢れ、その後ミネルバトンの終わりまで暗黒神ゾーンの翼に触れることはなかったと伝えられている。しかし広大なミネルバトンにはまだ幾多の国々と世界がある。創造神ハーンの申し子である光の戦士たちの物語はたった一つではないのだ。うん、ゾーンだぞ。ピアさんいらっしゃい。終わったかな。皆さんありがとうございました。クリアできた。なんだこのかっこいいエンディングは。お疲れー。46枠か。 Hey you って書いてある。ゲームデザイン、デザインワークス、マルヒプログラム、かぼちゃん、けんちゃん、かぼちゃんけんちゃん、ビジュアルデザイン、ヘイユー。え？今いわ。
テックハラザジアザーズ。アコです、おめでとう、ありがとう。ゼロさんいらっしゃいありがとう。めっちゃ怖かったラゴンさん傭兵かな変異。これは敵ですねほとんど傭兵が戦ってたけどよかった。うん、そうだねめっちゃ体力減ってた。うん、ボアでちょっと連絡頑張ってたんだけど、リスナーさんに殴った方がいいんじゃないって言われてあの一言なかったら死んでたかもしんない。ちゃーちゃん飲みちゃーちゃん。あ、これソファオか、さっきの敵かと思ったさっきの赤いのソファオだ。うん、鉛筆だね、最初使いましたよ。300ぐらい減った。今の素法だね。で、ルーナとゼノか。妖兵何それ痛っけ。あ、結婚式だ。プレゼンティッドバイ台東ゼナ来た、おめでとう、ありがとう。あ、これで終わりですか。結局どっちなんだろうこれで終わりなんでってお疲れ様です、皆さんありがとうございました。答えは君たちの心の中に。タイトル画面で上上下左 A 左右下下 B を入力して、コンティニューを選んでください。これはじゃあリセットでいいの。はい、お疲れ様でした、ありがとう。リセットでいいの？50枠いってほしかった。真のラスボスは傭兵かと思った。うん、それ乗ってた。じゃあちょっとリセットしますね。コンティニュー、上上下左 A 左右下下 B で、コンティニュー。失敗？間違えた私。間違えたかな。もう一回。タイトル画面でピコンってなる。上上下左 A 左右下下 B。お、ピコン。んで？どうなの？スタートボタンを押す。はい。お、おお。めっちゃ早い。これか、言ってたな。これは使わなかったよね。今来たらエンド画面でした。こんばんは。いらっしゃい、こんばんは。タコサーラーいらっしゃい。そうそう、なんかこれがないときついって言われたんだよね。で、いいよ私はって言って、早い早いで、敵も出なくない？
え、敵出なくない？敵が出なくなるらしい。そっか。あ、そっか。あー、なるほどね。デバッグよ。あ、で、これで治るんだ。へぇー。楽ちんだね。というデバッグの裏技ご紹介でした。もう一回ラゴン倒せるの？もうちょっと怖かったからいいです。あ、これ地図ですか？ありがとう。おお。これが、この世界の地図みたいです。ラゴン見逃したんで、もう一回。これね、もうデータがあれなんだよ。四天王倒す前のデータだから。横に並べてみて。いやいや、私の地図なんてさ。はちゃひさんいらっしゃい。あー、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。楽しかったです。皆さんどうでした？ミネルバトンサーガ。じゃあ満足度いつもの聞こうか。比較比較しちゃうの？ラゴンは苦戦しました。一応倒せたけど、やっぱ怖かったですね。倒せるだろうかっていう不安はありましたね。いつもの満足度聞こう。全く覚えてなかった。キップレイどれぐらいだったかな？約、3割くらいの方でしたよね。サハリ。おいらは盾じゃないや。じゃあ、ポチッとお願いします。あと12分か。時間ありますね。面白かった？あ、途中で投げた。じゃあよかったです、ラゴンさん。一緒に見れて。うん、私面白かった。なんて言うんだろう。戦闘がすごく斬新で、教えてもらったさ、ハイドライドあったじゃん。あれがまた、いつか、父がね、諦めてたゲームなので、それちょっと、復習じゃなくてなんだっけ。私がね、受け継いで遊べそうだなってちょっと思ったよ。ハイドライドに似てるらしいわ。さらにちょっと楽しみになりました。ありがとう、説明書。リベンジか。復習じゃなくてリベンジです。あだ討ち。うん、父の意志を継いでね。父を諦めない。ゴルゴンの迷宮で絶対投げると思ってた。そっか。あ、そうね、訳したら一緒か。継承や。さあ、皆さん押していただけたでしょうか。うん、父の石を継いで、父の。オッケー。そしてソハラもギブアップして小原がクリア。ポチりすぎた。ありがとう。じゃあ見てみます。8割いるといいですね。ミネルバトンサーガの満足度です。せーの。おー、ありがとうございました。面白かった。 85.6%。 うーん、 14.4%。 運の方々ありがとう。ラストまで見てくれて皆さんもありがとうございました。そうね、私が投げたのはホラゲーかな。さすがの煮干しくじだね。ありがとうございました。これ
ガジュリンより高いんじゃね？ちょっとガジュリンに今日着てないけど。ガジュリンよりは高いな、確か。もうちょっと低かった気がする、ガジュリンは。いえいえ、ミネルバトンやってくれてどうもありがとう。バイオはね、あれだわ、ガンシューティングのやつだわ。私がやめちゃったの。一応クリアしましたね。褒め言葉。私は良くも悪くも一番思い入れのあるゲームでした。そっか。ありがとう。そう。手首が痛いって言ってやめちゃったの。次は何を予定ですか？ですね、いつもね、私が選ぶ RPG と、皆さんにおすすめいただいて、抽選する枠が、RPG 推薦抽選会っていうのがあるんで、次はね、RPG 推薦抽選会になります。で、今ちょっと遊んでるゲームを片付けていきたいので、6月かな？ 6 月にまた抽選会をして、RPG を決めたいと思います。なのでまた、一作品ご用意していただけると。うん、そうですね。今回のは、私枠でした。私枠の夏目選抜かな？明日から何やるんですか？ちょっとね、配信お休みしようかなと思ってまして。ちょっとね、ゆっくりします。ドリキャスロードストーリー。ちょっと星をつけてね。ありがとう。抽選会用の私がリクエストする、KSRPG はもう決めてます。別に、KS じゃなくていいんだけどさ。うん、ちょっとお休みしますね、配信。はぁ、あと8分か。ちょっとシルバーサーガっていうのは画像だけでも見てみようか。シルバーサーガだよね。恐怖の森はやりません。うん、ちょっと今週はね、逆転裁判と脱走はしないと思う。また、お知らせ書いておきますね。コメントアップ。シルバーサーガ。一部ファミコンって言ってたよね。もう、パッケージめちゃくちゃかっこいいよ。パッケージめちゃくちゃかっこいい。忘れないよ。ちょっと長いな。セタさん。なんかギュッてしてるけど、人間。大丈夫なのかな、これ。握りつぶされそうな。これね、一応続編ですね。気になる方はぜひ。で、2がスーファミコン。またラスボス持ってるけど、多分ね。ミネルバトンは南オフェーリア大陸の話で、シルバーは北の話なんだって。私てっきりゲーム中に北も行くのかなって思ったけど、結局南だけでしたね、オフェーリア。うん、瀬田さんですね、メーカーね。せがれいじりとかしてほしい。シルバーサーガ2は持ってるけど、1は若干プレミアがついてるし、なかなか売ってないから持ってない。アマゾンさんで2700円ぐらいだったね。当時北をひたすら探しまくった思い出。なるほど。船で無限ループになってたのは南と北で分かれてますよという、世界観を出すためだったんだって。すごいね。
いが張られてるんだって。南と北ね。うんうん。だけど結界のことは謎のままなんだ。へえ。じゃあそろそろ終わりますか。皆さん、じゃあ、ラスアクまでお付き合いいただきありがとうございました。とっても面白かったです。思ったより早くクリアできたかな。46枠だから、だいたい27時間ぐらいか。予約枠でやったもんね、一回ね、フルで27時間8時間ぐらい。うん、お疲れ様でした。ナイスプレイナイスプレイだったかな。ちょっとね、私の手書きの地図は公開するかわかりませんけれども面白かったです。はい、ありがとうございました。どうしようかな、この後なんかやるかもしれない。公開公開公開。じゃあ、このわけでミネルバトンサーが終わりになります。ありがとうございました。お疲れ様です。松葉と。